そこに住んでればなったんですが、私はその前の年っていうか昭和18年のですね、2学期ですけれども、当時の京橋区って言ったんですよね、中央区で日本橋区と京橋区です。それで私の京橋区大名小学校ですが、大体都会地ですから運動不足ですね。路地でもってめんこ遊びするとか陣取り遊びするとか戦争ごっこするとかいう時代でございますから、そこでやっぱり不健康だったんです。それで健康学園っていうのが京橋区でございまして、これが今の熱海から伊東線に入って伊東の一つ手前に宇佐美というところがございますが、でそこに健康学園がございまして、そこに1学期単位でもって各小学校の中から、健康に問題があるような、問題っていうとちょっと語弊があるかもしれませんが、健康を維持するために希望者を募って、それに参りまして、で その大名小学校から行ったのは、私のところの裏に鉄砲屋さんで、この男はもう昭和8年ですから、それ知ってるのは自分の教育かどうかちょっと怪しいと思うんですが、26事件の時にあちらの226事件の、反乱軍っていうかの方が取り押さえに来たそうです。でそれをその中島というのと、それから村井っていうのが金座湯というのが5丁目になりました。でこの、3人がその楽器はその健康学園に行ったんです。